明日も気温が高く、運動会などでは熱中症に注意が必要となりそうです。はい、北さん、この週末土曜日ですが、はい、気温も上がりそうですかそうですね。えー、では上空1500メートル付近の明日の気温見ていきましょう。はい、午前6時から見ていきます。えー、この オレンジ色がありますよね。まあはい、この気温ので晴れればねえー。やっぱりかなり気温上がって、普通にもう軽く夏日になるようなうえー、空気だと思ってください。はい、で動かしていきますえー。午前9時えー。そして正午。午後3時と。 どん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 濃いオレンジ色にね覆われてきます。で日差しもあればねぐん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 、えー、気温特に関東から西のエリアでは上がっていきそうです。はいえー、ではどのぐらい気温が上がるのかこちらで確認しましょう。えー、明日午後二時の、えー、予想気温分布で見てみます。ピンク色は二十五度以上のエリアですね。特に関東から西のエリアで二十五度以上のところが目立っています。はい、そして九州拡大しますとよく見ると一部赤色のところ があります。こちらは30度以上真夏日になりそうなエリアという状況です。これ午後2時の気温ですから、まあ、実際にはね真夏日のエリアはこのエリアよりもさらに広くなることが予想されています。はい、はい。そして熱中症に関する暑さ指数を確認していきたいと思います。こちらは明日の午後2時の予想になります。ちょっとね東日本西日本を拡大しますと警戒。 厳重警戒エリアが目立ってますね。このオレンジが この警戒、赤色が厳重警戒になります、はい、関東から西、えー、警戒エリアが多くさらに九州、特に東シナ海側厳重警戒エリアが目立っていますじゃあこの厳重警戒、警戒、一体どういうものなのかということを最後確認しましょう、はい、こちらです、えー、こちらは厚さ指数に、えー、対してどういったことに、えー、注意したらいいかといった状況です、はいえー、九州でね見られた厳重警戒 こちらですね。 これは、あの、炎天下をね、まず避けてください。で、あと室内のね、気温上昇にもね、注意をしてくださいということですね。だから、エアコンなどもね、はい、あの、躊躇せず使っていただくということが大切です。またね、あの、外でのね、の激しい運動は、行わないようにしてください。はい、そして、警戒もありましたね。こちらはね、あの、運動とか、また、作業する場合はね。あの、きっちり休憩取りながらね、はい、あの、運動作業していただけたら。 熱中症情報などはお天気アプリウェザーニュースからご覧ください。はい